沢来ました。古着だったりとか買っていきたいと思います。なんかおすすめの古着屋も教えちゃうよ。まずはハンバーガーを食べて腹ごしらえしたいと思います。なるほど。美味しそう。ごちそうさまでした。ありがとうございます。お疲れ様です。めっちゃ美味しかったです。めっちゃ美味しかったですね。はい、はい、いう感じで古着屋さん、ちょっといいですか。僕ちょっと一瞬寄りたいとかってって言ってきてもいいですか。いいよ。すみません、あの撮影 K さんにお願いするんで。すみません、お願いします。すみません、ちょっと大丈夫です。どんくらい待ってくる。多分1時間ちょいぐらいで。ああ、ってくる。すみません、一瞬ちょっと帰ってもらっていいから。帰ってらっしゃい。すみません。どこ行くんですかね。っていう感じでね、ちょっとね、安定の K 君と撮影していきたいと思います。これマネージャーはね、カメラマンとして首なので、はい、安定感抜群でいきたいと思います。はい、行きましょう。やっぱり秋冬もんが多いですね。長袖だったりとか、ちょっと厚手のコーデュロイシャツが可愛いです。繰り返しになった。おー、可愛い。裏っかいし、次行きましょう。後で買いに来る。安定のオーバーショット。肉横みたいな。なんかいいのありました？ありましたよ。今ね、ケイ君と一緒に下見じゃないけどバーって見てる中でも、なんかイロハ、
あ、イロハ良かったですね。シャツ、カーディガン、うん、まあトレーナーとかも今あったんで、ちょっと後でゲットしたいと思うんですけど、まずはいろいろ回ってね、チェックしたいと思います。秋物ゲット。お場所。どこ行くんですか。職業は何も YouTuber の人たちでした。マジで先輩です。あー、光っちゃって映ってない。下北沢のワンポっていうタピオカを作ってるんで。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。今めっちゃ涼しいです。タピオカ入れる。あー、じゃあちょっとだけ。ちょっと、はい。これで時代のタピオカ離れを感じるよ。やっぱ少なくなってますか。いや、少なくない。お客さんもね、お茶飲みに来てくれるけど。あー、まあ、そうですね。お客さんそうです。お店もいっぱいありますしね。そう、確かに。ありがとうございます。ありがとうございます。うまいっす。案件でも何でもないんですけど、先輩が働いてるんでよかった。めっちゃ買いました。てか、マネージャーどこ行った？帰ってこないですね。だってもう2時間くらい行ったんですよ。もうちょい経ってんじゃないですかね、3時間ぐらい。古着はこんなに回って、こんなに買って、あいつの存在完全に忘れてた。忘れましょう。ちょっとまあマネージャー待って、まあ、お茶でもしながら待って、ちょっとお家に帰って何かというか、この演奏会、テンション上がればします。はい、ということでね、お買い物も終わって、もう帰るところなんですけど、マネージャーが帰ってこないんですよ。なんで、それが終わった、用事が終わったみたいで、車にいますっていうことなので、ちょっと車の方向かってこのクレープ投げつけたいと思います。まだいないみたいです。あくまでも僕たちを待たせるスタンスやね、あいつは。ハンバーガー食って、4時間いない。4時間？そうです。飯食い終わって1時ぐらい。3時間半はいない。なんだろうね。なんか人に会ってたのそっちかね。まあもうちょっと待ちたいと思います。 A few minutes later。 すいませんよし。いや、時間かかっちゃって。今日が一応退社日になるみたいですね。仕事中に髪の毛を染めに行ってました、こいつ。ありがとうございました。お前、なんで勝手に染めたの？仕事中にさ。いや、まあ、YouTuber なんで。これが仕事だと思ったんで。お前は、YouTuber として。お前は YouTuber じゃない。今回なんですけども。はい、という形でね、戻ってきました。あのね、マネージャーのね、もうとんでもない行動もあったんですが、楽しく一日過ごせました。今回はね、お買い物スタッフみんなで行ったんですけど、下北沢の古着屋さんを巡ってきました。
なんかね、いろんな古着屋さん、あの僕のおすすめもあれば、あのスタッフのおすすめの古着屋さんもあったんで、いろいろ回ったと思うんですが、なんかね、古着屋さん情報だと、こうコロナの影響とかで今後ね、その秋冬今回のものが履けちゃったら、こう再入荷というか買い付けになかなかいないみたいなので、秋冬を早めに買った方がいいですよっていうのはどの古着屋さんもね、口を揃えて言ってました。やっぱりね、海外買い付け行ってらっしゃるね、お店なんかだとなかなかね、海外買い付けが今できないので、そういったところはね、確かになっていうふうに思いました。でもね、そのどの古着屋さんももう秋冬であったりとか、やっぱ長袖であったりとか、生地の厚めのもの、ニット素材のものなんかがやっぱりね、取り揃えてあって、でやっぱシーズン的にもまだ買う人がね、早いのかな、まだ9月の中旬くらいなので、やっぱりね、こうメインで秋冬買う人が少ないみたいで、いいものもたくさんありましたっていう感じでね、こんな感じで結構買ってきました。はい、まず一個一個ちょっと紹介していきますね、せっかくなんで。よいしょ。まずこれはフラミンゴさんっていう、多分下北に何店舗かある古着屋さんだと思うんですけど、そこでね、よいしょ、こんな感じ、ちょっとコーデュロイっぽいシャツなんですけど、これコーデュロイじゃなくて実はワッフル素材みたいな、見える、こんな感じでくすんだブルーのワッフルシャツみたいなのを購入しました。まあなんか購入したポイントは何ですかね、このワッフルの素材だって色味もそうなんですけど、ボタンのところがね、ちょっとこの茶色なんですけど、中にこう木片みたいのがね入ってるボタンでね、それがすごく可愛くて、ちょっと着てみましょうか。いつもみたいにねコーデをドゥドゥルーとはやらないので、ちょっとね緩く見ていただければと思います。こんな感じで色を見てるとデニムシャツみたいな色はしてるんですけど、こんな感じでワッフルの素材なんで秋っぽくてね、でコーデュロイのアイテムなんかは結構あったんですけど、その中でもこのねちょっと胸というかワッフルな感じがすごく良くて、これを購入しました。サイズ感もねちょっとゆったりシルエットで、秋口さらっとね1枚で羽織るにはこれくらいサイズいいかなと思って購入しました。ちょっとねアウターのインナーだとでかいかもしれないんですけど、逆にねパーカー中に挟んだりもできるようなサイズなのでお気に入りです。多分5000くらいでした。はい、次がね、このねちょっと店名の方ね覚えてないんですけど、ステップアヘッドっていうちょっと一本裏路で入ったところにあるお店で、 A few moments later. こちらもシャツなんですけど、寝るシャツ、ラルフローレンのポロラルフローレンの多分90年代初期くらいのものかな、こんな感じでグレーチェックみたいな感じなんですけど、赤線がちょろっと入っていて、で本当はねこのポケットのところに、ね、刺繍が入ってるんですよ、あのラルフローレンのマークのなんですけど、それもね黒で作られてるんで同系色でね刺繍してあるんで、めちゃめちゃシンプルなんですよ。でなんとオープンカラーのボックスのシルエットっていうね、やっぱ今流行ってる形ですよね。古着の中だと高かったんですけど1万円ちょっとしたのかな。生地感もねすごく柔らかくて即決しちゃいましたね。もうほんとシャツ好きなんですよね。こんな感じです。全くチクチクしないしめっちゃ柔らかいんですよ。でちょっとストレッチも効いててすごく着やすい、今時っぽいね形だとは思うんですけど、やっぱ古着独特のそのくたり感というか、めちゃめちゃトロトロしてる素材なので、こんな感じです。はい、なんで2着目はこれシャツで、3店舗目、全部でね、結構な店舗数最初に回っていいものないかなってチェックして、その後買いに行ったんですけど、これがねいろはっていうお店で、1に3着も買いました。買ったものがねシャツ好きなんですよね。でもねちょっと着てみますね。ブルーのチェックが可愛くないですか。いろはさんはねなんかすごく僕好みのアイテムがたくさんあったのでめっちゃおすすめです。他にもねいいのあったんだけどね、そんなに買っても着れないしと思って、はい、こんな感じですね。これねかなり大きいんで全部締めて着てもいいかなと思ってます。なんていうのかな、オンブレチェックっていうのかな、こういうのはやっぱり、ね、サイズが結構大きいんで首元一番上まで締めてるんですけど全然ゆとりがあるんですよ。なんでこんな風にねちょっと着たいなと、あえてワイドパンツの白とかと合わせてね、この青を際立たせて秋なんかは過ごしてもいいかなと思います。次、じゃあね次のアイテムはもうシャツはなくて、秋ねどうしても欲しかったものがこのカーディガンになります。このクリーム色のものなんですけども、結構ねホワイトコーデというか真っ白コーデするので、足元にね白パン合わせて白 T のこの白いカーディガン、クリーム色だけどねちょっと着たいなと。ただそのデザインとしてはねこんな感じの格子柄が入ってるので、なんかねシンプルになりすぎずに使えるかなと。これもサイズがいいんですよ。
手元にね結構溜まってくれるんで、ちょっとグランジっぽくね、こうダメージデニムとかと合わせてもいいし、今ねワークパンツ履いちゃってるんですけど、太めのデニムだったりとかライトインディゴのクラッシュしたブーツカットと合わせて着たいなと思ってます。秋口すごい使いやすそう。ちょっとグレーのパンツとも相性いいっすね。はい、こんな感じ。これが 1,2,3,4 着目で、最後の1着なんですよ。次は全部で5着買ったんですけども、次はねスウェット、モックネックのスウェットを購入しました。ちょっとね珍しいですね。僕マスタードカラーとかあんまり買わないんですけど、生地感もね、なんかどっちかって言ったら裏地カノコみたいな感じ、すっごいサラサラしてる素材なんですよ。よいしょ。はい、こんな感じです。でね、ちょっとモックネックみたいな形になってるんで、襟のとこはちょっと高いんですけど、もう古着なんでクタンクタンなんですよ。なんでかなりルーズな感じなのと、アームホールがすごい大きいんですが、この袖口のリブのところがねかなりキュッとしてるので、ちょっとバルーン気味になってるのと、ね、このデザイン、カリブ海のね地図が、ちょっとアンティークの地図がここにプリントされてるんですけど、それがめっちゃ可愛いなと思って購入しちゃいました。こんな感じです。はい、なんかスウェットっていうよりもね、薄めのニットくらいの薄さなので、もうちょっと季節がね暖くなってきたらすぐ使えちゃうかなと思って、っていう感じの購入品紹介でした。全部で合計2万5000円くらいなので、ちょこちょこ使ってはしまったんですが、どれもお気に入り。チェックシャツがねあんまり持ってなかったので、チェックのものを今回すごく狙ってたのと、あとカーディガン元から欲しかったので、まあ最初から目星はつけていたんですが、すごくいいものと出会いました。でね、どのお店もすごく品揃えもサイズ感もねいいものが揃ってたので、なんかね古着屋漁りたいなだったりとか、僕と同じようなちょっとアメカジチックなものだったりとか、ちょっと古びたものが好きな人だったらね、ぜひチェックしてみてください。もちろん他の古着屋さんもねめっちゃいいものあったんですが、僕が購入したものは以上になります。はい、そんな感じでね、秋口でもういろんなブランド購入したりとか、今回は古着屋さんの方を巡ってきて秋物をゲットしてきたんですけど、皆さんの秋物事情はいかがでしょうか。他にもね、このお店おすすめだよとか、このエリアの古着屋さんいいですよみたいなのだったら、ぜひぜひコメント欄だったりとか DM で教えてほしいです。はい、っていう感じでね、今日買ったものは多分今後の動画とかでねしれっと着てると思うので、そのシャツどこですかとか、そのカーディガンどこですかって言われても、この動画を見てくださいっていう形になると思うので、はい、今回の動画が良かった、参考になった等ありましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。